さん、あなたの死に顔にどれだけ満足してるか父さんは思ってたんだろう。閉じ込めておけば僕の存在を消せると。僕が見えなければ僕はいない、そう思っただろう。だけど僕は消えはしない。戻ってきたよ父さん。
車番号14、実験番号 88C、 クライミング3回目。電極 1C の4、体上界を刺激する希望の領域だ。希望を与えることで被験者への支配力は高まる。だがそれだけでは十分ではない。今年は君の家族から病院に寄付が来ていないようだ。なぜ寄付する？寄付に値することを病院がしたのか。ビクトリアの家は病院にとって貴重な寄付者だったんだな。ご両親は？もういない。いつ戻るんだね。まだ何か言いたいことがあるのか。君に伝えに来た。もう病院から君に支援することはできないと。素材の提供もだ。君の研究ももう終わりだよ。よくもこの僕を脅迫できたな。グリーンジェルを使ったらいかが？
綺麗に切る。最後まで君を治す方法など存在しない。綺麗な皮膚を剥がす。頭も真っ白に。ねえ、君は何が怖いの？剥がして破らないように露出する全てを。ルビ君。ここに導いたのはなぜだ。
きてるよ。息が聞こえるもの。金持ちのバカめ、俺たちの土地を買い漁って俺たちのもんだと思い知らせなくちゃな。おい、ガキがいるみたいだぜ。何も聞こえねえな。早くここから出なければ。あそこだ。Ugh!
何度も話したじゃないか。たまに声が聞こえるの。地下室から。あの子近くにいるのよ。地下室には誰もいない。いい加減信じてくれ。じゃあなぜ地下室への通路が閉じられているの？Thank you.